ステファン・サグマイスターステファン・サグマイスターは、現在アメリカ合衆国ニューヨーク市を拠点に、活動している、グラフィックデザイナーである。デザイン事務所、サゲマイスター・インク、主催。音楽関連の仕事がよく知られ、ルーリード、ローリングストーン。サグマイスターは、ウィーン工芸大学に応募するも入学を果たせず、私塾で学習した。その後、フルブライト奨学金を得て、 ニューヨークのプラットインスティチュートで学んでいる。1991年、香港に移って、レオ・バーネットの香港事務所で働く。1993年、ニューヨークに戻り、ティボー・カルマンのデザイン事務所 M&CO で働くが、カルマンがその後すぐに引退して、ローマのベネトングループの雑誌カラーの編集者となったため、サグマイスターも長くこの事務所で働くことはなかった。 1993年、ニューヨークを本拠にサゲマイスター・インクを設立。以来、ローリング・ストーンズ、HBO、グッケンハイム美術館、タイム・ワーナー社など多岐にわたるクライアントに対して、ブランディング、グラフィックス、パッケージデザインなどを行っている。サゲマイスター・インク出身のデザイナーには、マーティン・ウトリア、カールソン・ウィルカーを設立したヒャルティ、カールソン、ジャン・ウィルカーなどがいる。 デビット・バーンやルー、リードと長年にわたって、コラボレーションを行っている。またブース・クリバーン社から観光された、デザインモノグラフ名というルックの著者である。チューリヒ、ウィーン、ニューヨーク、ベルリン、東京、大阪、プラハ、ケルン、ソウルで個展を開催。ニューヨークのスクール・オブ・ビジュアル・アーツ大学院で教弁をとり、また同じく、ニューヨークのクーパー・ユニオン・スクール・オブ・アートの、 フランクスタントンチェアに任命されている。2005年にグラミー賞ベストボックスとアスペシャルリミテッドエディションパッケージ賞を受賞。これはトーキングヘッツのボックスセットワンスインやライフタイムに対する賞であった。英語版、ウィキペディアの本項目で作品の一部を見ることができる。性の本来の読みはザグマイスターであると思われるが、ザグマイスターも一般的となっているので、 本記事では後者に準じた。ありがとうございます。